はいどうも、名言生活のモーリーです。このチャンネルでは主に月曜素読というコーナーで、ありとあらゆるね、名言を素読という方法を使って、紹介をしています。それ以外は私がやりたいなと思うことを勝手にバラバラやってます。はい。で、素読って何っていう、ちょっと思う方はですね、概要欄に説明がありますので、その動画を見て、素読挑戦してみてください。では前回予告した通り、スイカ、この漢詩をですね、前回は書き下し文という和文の読み方ですね。で、今回は漢字だけ、直読という方法を使って素読をしていきます。それではいろいろ言うよりもやってみましょう。どうぞ。では前回の復習ということもありまして、書き下しちょっと読んでみますね。聖戦に洗い得て、緑光あり。割り来たれば、降雪まさに香りを吹く。干渉敵敵、販路のごとく。一尺人をして、心骨涼しからしむ。はい。これが直読用です。こんなに違うんですね。はい、読んでみます。卓徳聖戦水光雄。拡大降雪聖光水。干渉敵敵の販路。一尺死人心骨量。ね。もう全然響きが違います。でもこれが、元々の漢詩の響きっていうのは、こっちの方が、なんていうか、正しいってことはないけど、まあ、一番近いですよね。はい。で、これをですね、ちょっと音楽に乗せて、今日は素読してみます。以前私の教室でやったちょっと映像を使いますので、では行ってみましょう。行きますよ。はい、行きます。卓徳聖戦水光雄。拡大降雪聖光水。干渉敵敵尿反路。一尺死人心骨量。2回目いきます。卓徳聖戦水光雄。拡大降雪聖光水。干渉敵敵尿反路。一尺死人心骨量。いきますよ、3回目。はい。卓徳聖戦水光雄。拡大降雪聖光水。干渉敵敵尿反路。一尺死人心骨量。もうね、ちょっと休憩をかけてね。スイカの戦いをご覧になってくださいませ。冷たいし、これ丸い結構ね、最後いきます。卓徳聖戦水光雄。拡大降雪聖光水。干渉敵敵尿反路。一尺死人心骨量。ありがとうございました。はい、ということでね、この音楽に乗せるとこんなにもね、なんか楽しいこう感じになるんですね。私もね、これをね、見つけたというかね、まあ時はね、あ、こんなぴったり来るんだってびっくりしたのを覚えています。で、私の尊敬する素読の先生、松田先生に、これんなことやって怒られるかなと思ったんですけど、逆に採用していただいて、プロの松田先生の教室でも、このスイカの漢詩を、スイカじゃないかな、まあ他のかもしれないですけど、このドリフのこのテーマ使って、正式に講座としてやっていただけました。それが私は一番嬉しかったですね。スイカだけではなくて、この七言絶句の漢詩なら全部これ当てはまるんで、なんだろう。やっぱ記憶にも残りやすいですね、メロディーがあると。なので、七言絶句の素読をするときは、ドリフの大爆笑、オープニングテーマ、これね、結構使えるんじゃないかなと思います。直読はですね。はい。これこそね、江戸時代にはなかった、ドリフなんかないですからね、現代の新しい、素読の監視の方法としていいんじゃないかな。すごくね、こんなのがね、教室、公教育でも、扱われたりしたら、まあそれはね、最高ですよね。まあ楽しいし。はい、じゃあせっかくなんで、今もう一回やって終わりにしましょう。はい。卓徳聖戦水光雄。拡大降雪聖光水。干渉敵敵尿反路。一尺死人心骨量。いや、楽しいですね。あんま時間もかからないですからね。はい、ということで、七言絶句をこのドリフの歌に合わせて素読をしようということでした。はい。それではまた、名言を言えば元気が出る。